スクメガネ姿ですか。寝て、寝てた。マジで寝てた。これね、このメガネをマスクなしでメガネしちゃうと、なんか本当にご飯ですよになっちゃうんですよ私。だから無理なんですよ。今日はそう、今日はオフです。あ、推しさんが終わったの。推し集めしてる系ではなく、すっぴんじゃないよ。目はメイクした。目と眉毛何時から、え、わかんない。ね、10時ぐらい、あ、もう起きて YouTube 見たりとか TikTok 見たりとかしてたんだけど、そう、うるそう、なんか でもずっと寝てた。8時ぐらいまで、8時半ぐらいまで眠すぎて、まあいっか、星集めもします。なるほど。よし、翔太さん結婚してありがとう。この人がさすがに会社の時はメガネしてる、してるじゃない、してないよ。え、多分朝の10時ぐらいから8時ぐらいまで、え、ずっと寝てたわけじゃないです。私はショート、ね、短い時間で起きちゃうので、何起きちゃうからずっとは寝てないけど、ずっとベッドにいた。寝てない時間もあるけど、たくさんある。寝てたのは結局多分5時間ぐらいなんだけど、あとは全部ベッドにいました。なんか起きれなくて、マスクの下メイク何もしてない、無理。メガネなら外せるよ。あ、やばいやばいやばい、メガネなら外せる。あ、見えるっちゃ見える。このぐらいじゃないとでも見えない。何これ、祭りだ、だってぶっちゃん祭りだ。夏だもんね、夏は祭りですもんね。そう、ありがとうぶっちゃん。ブルーライトカット若干入ってる、若干。いや、今日コンタクトつけたまま寝ちゃって、あ、もうガチメガネだよ、ほら証拠。これさ、でも一回私目が大充血した時があって、メガネで会社に行ったのね。で、そう、メガネで会社に行ったら、なんかその同期とかに伊達目でおしゃれメガネ、おしゃれメガネしてるかと思ったって言われて、いや、すごいガチメガネだよってやってた、ずっと言ってたんですけど、そう、充血してコンタクトが入んなくて。そう、久保潤さん祭りだ、ありがとう。そう、翔太さんも祭りだ、ありがとう。何この祭りだってやつ、ありがとう。上野菜ゆうちゃんさん、何このスライムみたいなやつ、何これ、クラゲ、ありがとう。翔太さんハート、ありがとう。そうなの、マジって書かなきゃだったね。そうなんですよ、はい、目戻りました。サイズクラゲ、ここぐらいの方がいいか、したら見えないじゃんね。私ね、なんかこの横長メガネ、目がさ離れ目なんで横長メガネが似合わないんですけど、でも丸メガネも丸メガネでなんか大きくて見えない、なんかすごい、なんかすごい目のか顔ってなんか合わないんですよ。だからなんかいいメガネがないんですよね。いいメガネを探してます。私はいいメガネ探し中。ソラノンがユキナのルームを探している。タマちゃんみたい、マジ。ソラノンがユキナを探しているって面白すぎる。ソラノン逃げて、ソラノだって。ソラノがさ、もしここに来てくれても、ちょっと今この姿でソラノに見られるのは激恥ずかしい。
死ぬかもしんない。クタンさん祭りだ、ありがとう。神奈川のトラトーさん、ありがとう。そうそうそう、昨日のね、昨日マジで迷子になったの。スクショタイムはねこの時にして、本当にこのあのさ、そうなんか昨日会社で、そう会社どこでとは言わないけど、会社でまあなんかあのはお使いを頼まれたの。お使い、まあそうお使いを頼まれて、なかわちゃん行ってきてもらえるって、そう行ってきたわけですよ。で初めてのお使いですよ。誰にもいねれるトゥルルトゥ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 、そうで行ってまいりますって言って、そうあの一回その上司とは一緒にそこに行ったことあるんだけど、一人で行くのは初めてで、そうでまあそう一人で行くのは初めてで、それで駅降りたらなんかさ、ここどこってなって、いや駅は合ってるんですけど、そうで分かんなくて、でちゃんとね、ちゃんと私あの普通の iPhone に入ってるあのマップあるじゃないですか、あれと Google マップ、 Google マップも両方入ってるわけです。でなんか Google マップはすごい地図がめっちゃ分かりやすいんだけど、位置情報がすごい分かりにくくて、でもで iPhone の純正の iPhone に最初から入ってる地図はめちゃめちゃ何て言うんだろう、地図はちょっとなんかあのなんか情報量は Google マップの方が多いけど、位置情報は分かりやすくて、でずっとこうどっちも照らし合わせてこうやってね、いやここに何々がいやえとかでも全然分かんなくて、どっちってな、駅ってさ、駅ってさ、なんて地図で言うとさ幅広いじゃない、だからさ位置情報がさ自分がさ左側にいるのか右側にいるのか分かんないから、どっちに進むべきか本当に分かんなくて全マジで分かんなくて、どうしようってなってた、なってやばいやばいやばいと思って、そうでその辺にいたおじさんに、なんかこの人優しそうって思ったんですね私そう出口もちゃんと調べて出たんだけど、わかんでも合ってるんだけど分かんなくて、そうでこの人なら大丈夫だ、優しそうだと思ってもうパッともう思ったから、すいませんってな、うん、ここ行きたいんですけどどっち方面ですかねみたいな、右ですか左ですかって言ったら、ああれはねこっちだよって言ってね、そのここのね信号ねいいって言えばね着くからねって言ってね、すごい直前ぐらいまでね教えてくれて、そうめちゃめちゃ優しくて、だからそしたらさ駅のしばらく進んでたらさ駅の近くにさなんかさ地図表みたいなのがある時あるじゃん、なんかわかります、地図表、その地図表 のところまで来て、今ここにいてこっちの方面だからこっちにこう行けば着くよみたいな言ってくれて、ありがとうございます、うわありがとうございます、本当にもうわありがとうございます、助かりましたって言ってそう絶対マサトさんだけは違う台湾夜嵐さんハートありがとう、ひらがなキャスターさん祭りだありがとう、そんな言い方しないよ、ありがとうございますって感じ、走ってはない、知ってはないですね。次のお使いはもう大丈夫、完璧完璧。髪ねもう染めたんだけどさ、もう色落ちた、3日ぐらいで色落ちた、悲しい、すぐ色落ちるんです私、悲しいです。てかもう7月終わりますね、アーサーさんありがとう、ヤッヒーさんハートありがとう、うちは一人でタラタタタラタタタタタタってずっと頭流れた、トゥ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 
しょげないでよベイベー。 ファンレベ級あれだよ、8月になったらファン0人に戻っちゃうから、みんなあれだよ、ファンになっとかないとあれだよ。交通費精算してるしてる、ちゃんと。だから駅に着くまではよもう完璧だったから。そう、りょうくんさんありがとう。かりんの行ったの今日、あれ今日あったっけ、かりん、あれ今日明日あるんだっけ、明日生誕祭だ、明日行くんだっけ。みやひーさんありがとう。あれ今日何一緒に飲んでんの、いい子されてたのに。今日も明日もか、月火水木働いた、まだわからないことだらけだから、不安が僕をなんだっけ、ドキドキダメになってしまう。今日も明日もね、私ね、そう、かりんにユッキーナ日曜生誕祭来ないって誘われたんだけど、ごめんねデートで行けなくてって断りました。ごめんねデートなのって、そのデートで行けなくて頑張ってねって。ちょそうだよね、デートなら仕方ないよね、思うそれ。いいことばかりじゃないからさ、言いたくて泣きたい時もある、とりあえずまた僕は折れない。シシャも好き、割と好き。そう、まあ今日はセクシーかな、てか前髪切らなきゃ、前髪切りたいんですよね、この後切ろう。そうデートなんだって、私あれが好きです。止まらないのは私の汗、それとも君の気持ち、したたり落ちてく恋心をこぼれないように救ってねと。そう前髪切りすぎないように気をつけなきゃね。マジでさ、この間マジでおんまゆになりそう、なりそうってかほぼなっててさ、マジでなえた、本当にデイをやったりして、あ鋭い、本当にデイよだよ、鋭いよ、ちょっとやめてよ、あらあらチラチラ、恥ずかしい、チラ、お、かやけたぽっぽさんレベ多めだ、あと1レベでファンだぞ。恥ずかしい。そんな。もう一回寝てくれ。闇報告何？振られたよーとかってこと？カルピの好きなところ10個。オッケー。カルピの好きなところ10個ね。動きが。あ、また許したるよ。では彼氏の好きなとこ10個。1、優しい。2、面白い。3、かっこいい。4、かわいい。5、頭いい。6、しっかりしてる。7、元気。8、
自分でも今手ちっちゃって思った。でも8だっけ、あ、料理上手、9、掃除上手、10、あと一個なんかあるかな、あと一個、あ、そう、私のことが大好きで言ってくれてる、あ、そうなんですね、10個言えました。あれ、ドヤさんが来たって言っちゃった。アットが違う、アットのアットが違うな、変わってるな。え、全部わしやん。あれ、え、ちょっとその言わないって約束したじゃん。すいません、ふざけました、ごめんなさい。かおちゃんではないです。かおちゃんではないです、残念。優しい以外は OK？ 優しくはないんですか、アレンジさんは。福留の卒業公演になんで来てくれなかったのか、なんで来てくれなかったのか、なんでだろう。え、でもなんかあの天使の尻尾をしてた、天使の尻尾とかさ、君のカップリングウィズしてたっていうのはなんか見た、瀬戸里。呼ばれてないから正解。なんでだろう。まあ仕事してましたね。佐藤くんさん、ありがとう、祭りだね。レミ大丈夫かな、心配。あ、そうだよ、連番したの、みゆこ。レミたんの代わりに福田の卒業公演行ったよの割に星臨調ってなってるけど大丈夫そう。まあねえ、そう、あのね、そう、7時からだったの、ちょっと厳しいね、仕事をね頑張ってましたね。え、本当にさ、聞いてください皆さん、一個ね聞いてほしいことがあるの、みんな聞いてくれる。みんなさ、聞いてほしい。嫌なの？なんかね、あの私すごいすごい会社大好きなんですけど、こんなさ、本当に会社さ、めちゃめちゃさ、めちゃめちゃいい、すごくいいと思ってるんですけど、そんなさ新卒ってあんまいないのかな、分かんないけどさ。マスク取れるんでね。でね、なんか本当にその、まあ、上司の方たちが、上司の方たちが優しいんですよ、優しくて、もうすごい甘やかされて育てられてて私。で、なんかそのいつも優しいんですけど、まださ入って数ヶ月なので、いろいろこう最近こう少しずつこう、じゃあかまちゃんに、かまちゃん次からこれを担当してねとか、そのなんていう、毎週起こることとかやったり、新しいこととかこうどんどん教えてくれて、でそれでこう一つ口ずつこう覚えてってんのね、いる時期じゃないですか、この時期って。でなんかまあ今そのある一個、まあなんかその一個のねやつ やっててある仕事をね、でそれをこの数日前になんかその、まあ、メールのやり取りですよとかで、あのその上司にじゃあこれをやってねって言われて、でその指示をもらって、で私がそれを聞いて
で、それでそれに対して対応したんですよ。説明が難しいのは業務内容がバレちゃうからな。で、そう、それでその昨日なんかそれのなんかその相手の人からメールの返信が来て、それに対して前だったらその前はそのメールが返ってきて、じゃあかまちゃんこれやってねって来てたんですけど、私がまあその普通にあ帰ってきたと思ったから、それに対しての対応をねしたんですよ。して、でうちが定時になってたから、あ先に失礼しますってもう帰ってて、でそしたらなんてグループチャットみたいなのがあるじゃないですか。そこでなんか今からその指示しようと思ったら、もうかまちゃんが先にやってくれてて感謝、感激みたいな感じで、別に書かなくてもいいじゃないですか。そこになんかみんながさいてるところで書かなくてもいいのに、書いて私をこう持ち上げてくれて、もう私のモチベは出来上がりするわけじゃないですか。そう、感謝感激みたいな感じで書いてあって、そうもうみたいな、もう私はそれだけで生きていけるよと思ってそう、そしたらそれに対していつも一緒に動いてる人たちもなんかすごいニコニコのなんかスタンプとかを押してくれてて、そう私はもう帰り道にもうなんか嬉しいなと思ってもうニコニコしちゃってそう本当にね素晴らしいんですよ。もう本当にそう育て方が素晴らしいって自分で言うのもなんですけど、本当に私のモチベを上げてくださるのでそうめちゃめちゃなんかこうでもちゃんと言うときは言ってくれるし、そうで褒めてくれるときは褒めてくれるし、いっぱいもう私さ本当に大量に質問するんです。それって何ですかみたいな、なんかなんでこれ今のさっき言ってた会議で言ってたやつってみたいな、みんなはさずっと私が入る前からやってきた作業とかだからもう分かってる当たり前かのように会話してるけど、こっちからしたらさ初めて聞く言葉とかで分かんなかったりして、そのあかなんて言うんだろう、業界用語みたいな、なんていうその会社の社会人用語みたいなやつとかだったら自分で調べてあなるほどなんだけど、なんかその業務内容に関わることとかって分かんないじゃないですか。でこうやってこういうなんかこれってさっき言ってたことってこういうことですかって言ったら、あそうそうそうこれはこうでこうでこうでだねだよってもう全部教えてくれて、みんながもう本当にね優しくて、でメガネがずっと落ちてくるそう、もうねめっちゃねめっちゃ雰囲気いつも笑ってる会社の中でえーみたいな、専門用語一つ教えて、なんだろう、何がいい、何がいいです、何みんな知ってるのこれはねメガネがでかいの、メガネがでかいし、まあ、顔はお母さんありが、お母さんお父さんありがとうぐらい2年目くらいまでかな、でももうずっと優しいんでいいです、別にバジェット何、ジャバスクじゃなくてジャバスク、ジャバ、C 言語何IT なもんね。新入社員の看板が外れ4月以降、さあどうなるんでしょうにもいじられてた、いやいや全然全然そんなことはないと思いますよ、ちゃんと威厳を持って、サーバーエンジニアだって、じゃあ私はヒーローエンジニアになります、
仕事覚えるの早いです。いやーもう全然早くないよ。いつも自分でメモ残して調べてやってます。ヒューストン行きたいね。ヒロアカは見てないです。ヒロキさんありがとう。レインボースタン、メガネ下がってくるのうざいなうざいな。でこのマスクおすすめです。なんだっけ、なんてやつだっけ、よくどこでも売ってるやつです。サイズがちょうどいいです。ランチはお弁当を買ったり、作ったりはしません。お弁当を買ったり、たまに外で食べたりしてます。そう、私もメガネつけないんですよ。普段はねつけないけど、配信するにあたってメガネがないとこの距離じゃないと見れないから。いやマスクがあるから。なんだっけ、ここに書いてあると思うんだけど、そう、お詫びにカウントして、カウントいらないよ、カウントより苦痛のコメントして。そう、見えないんですよね。普通のコメントし、じゃあ今からみんな今からじゃあ今10時じゃん。じゃあ10時5分の前中で一番普通のコメントした人の勝ち。よーいスタート。基準が分かんないけど。なんで普通ってか言ってるやつは普通じゃないから。あ、バイト中です、いいね。いちごかなっていう人普通じゃない、なしなしなし。あんねちゃん普通だね。今日36だって、ありがたい。熱い、待って、熱い優勝かもしんない今んとこ。あ、今熱いスカイツリーさんの熱い暫定1位これ5分もやるのきついです。2分にしよう。あ、もう初見ですわ、確かに普通だ。あ、好きです、そのカッコのね、カッコのやつ。何なのみんな、そのカッコつける人ちょいちょいいるけど。嫁に怒られた、君に叱られた。あ、こんばん、あ、こんばんは、もう多分こんばんはをね、そうだよね。あ、15分過ぎ、あ、15分過ぎましたもいいね。ショールームにおいてはめっちゃ普通どこぞの社会人でさ、いじってるぞ、いじってるよね。出た、本当にかまちさんですか。わ、それも強い。うわ、待って、どうしようでも熱いがさ、あまりにも普通すぎてさ、熱い以上の普通の言葉ってなかなかないかもしれない熱い、え、もうじゃない、終了。優勝はでん、スカイツリーさんの熱いでした。おめでとうございます。こんな1位のスカイツリーさんには、どうした、石が降ってくるでしょう。おめでとうございますおめでとうございます。小石、小石、でかい石じゃないよ、小石が降ってくる、一個だけ
大内さん、クラゲありがとう。あ、隕石じゃないね。え、みんなさ、どう？最近ここ1年ぐらい隕石降ってきた？隕石降ってきましたか？自分に。あ、降り注いでる。めっちゃ嘘ついてるの、バレバレ。降りそうにはなるけど降り切れて、石なら近くでしょ。そりゃそうだ。3回振られた？誰に？LINE はした。いいね、いいね。かまちけに俺のいいぜ。ごめん、降ってない。ごめんって。うち大志田美月ちゃんもう推しメンに決定したの。私の美月ちゃんなの。私の美月ちゃんなんです。独占欲。マチさん、ありがとう。降ってきた。メーカーの影響さん、めっちゃタイプ。どこぞの神足電動リさんといい勝負。マジで？マジで？わ、頑張って。それは頑張って。スキピに会ってきたの5分くらいだったけど。あ、あ、いいね。え、アジさんのじゃない、私のみつきちゃん。もう最近めっちゃ見ちゃう、みつきちゃん。かまちには、そうですね、そうですね、83角どういうこと？大凶とか、大凶はもう終わったんだから。あの日だけだから、あの日で大凶終了して、今大吉だから。大吉だから。まあ共有するものってね、確かにおばあちゃん言うからね。そうだよね。え、何、ジブリ展スキピと行くおでだったの？え、本当にコロナ今やばいもんね。あ、デートしてた、してた、しましたよ、デート。出ました。ね、ニヤジョイ見たかった。コラージュいない歴5周年。2022-5、2017、高校生の時。高校生の時ですか。で、私でもこの間 PCR 受けた時陰性だった。念のため受けたんだけど。ね、大丈夫、私よりマシ、私よりマシだから、元気出して。今日の水がめた恋愛うちガチ。え、でも今日家引きこもっちゃった、ダメだ。斉藤キアラ83角。キアラって83角なの？マジ？幕張なしってさ、どうやって見たらいいの？マジで。え、私もね、わかんない。どうしたら脈ありってわかんの？わかんないよね、脈あり。え、なんかさ、え、こいつ絶対自分のこと好きやんとかってわかりますか？それでさ、それでさ、勘違いしたことある？なんかそれで例えばさ、いや、それで告ってみたら全然違ったやときとかありますか？その勘違いして。ドヤさん、ありがとう。わかるの？挨拶されたら俺のこと好き。やばすぎる。確かにね、好きじゃないって言ってるもんね。職
場にオスしかおらんのやが。完璧わかるけど何にも発展しなかった。それはあれだよ、動かなきゃいけないんだよ、動かなきゃいけない。ねえ、かまちゆきの秘宝聞いてほしい。秘宝イコノイジョイ運動会いけない、当たってもいけない。秘宝TikTok 消しちゃったもん。私これしか撮れない。しかも私いつもね、ねえねえねえ、私ずっとやってる、あの「テレレ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 レ、あれ気づいちゃいましたか？生まれて三十分で何度か何度お菓子はおかげおかげで甘くなるって前に聞いたようなタイプでして、お待ちしてます。わかんない。携帯の充電を光らせて、それが超キュートなあの頃だって聞いてたっていうかなんてなんて言ってるよな、私のことなんてるっ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 て最近ハマってる曲教えてあげたいんだけど、教えて、聞いてくれる？みんな9月からずっと忙しくなる？私も9月から忙しい。いきますね。今は正しけどノルシックスなんルル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 ル、ただしけんただしけん、この曲が好きで最近ハマってます。こんなやつこんな曲が好きです本曲がすね、ハマってるんですよ。知りませんか皆さん。ポーチさん流れ星ありがとう。知ってる人かっちゃんさんしかいないの？マジ？今来てる、今来てる難問ですよ皆さん。難問の曲です。なんで知らないんですか？切れますよ。切れますよ皆さん。難問、あのかの有名な難問の曲です、覚えてください。ね、そう、皆さん難問って知りませんか？難問です。今来たら切れてた、だってそう、ぜひ来てください。あの難問のあのみゆちゃんって子がいるんですけど、あのみゆちゃんって子がいるんです。私はみゆこって呼んでるんですけど、あの、まあ、みゆちゃんがまあ可愛くてすごい推せるなって思ってるんですよね。だから推したいなって
思ってるので皆さんも一緒に押しませんか。ナーミンチャケランさんありがとう。あ、そうそう、なんかね、岩手県出身らしいよ。そう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 、あ、そう、小浜みゆちゃん、そうそうそう、腹話術はね、なんか得意とか言ってないけど、なんかやってたけど、でもあんま上手じゃなかった気がするそう、かわいいんですよ。そう、私はね、昨日あのみゆちゃんのお家に行ってまして、そう、みゆちゃんのお家に行ってたんですよ。え、繋がっちゃった、どうしよう、あ、やばい、あ、待って、繋がりだって言われた繋がってしまった、内緒ね、マジで怒られちゃうから、繋がってることなんてバレたら。まあ、ちょっとここだけの話ね、ここだけの話、まあ、つながってるんですけど、そうなんですけど、ここだけの話ですからね。そうここだけの話、そうそうで、あの、まあ、みゆちゃんちのお掃除をしてきまして、一緒に大掃除をしてまして、そう、しかも朝帰り、内緒、ここだけの内緒ね、朝帰りしたなんて大声で言えない、やばい、あまり内緒ね、みんなそう、掃除してた、朝まで朝方まで、そうだから朝帰りました私で、ほとんど寝てないから、ほとんど寝てないから8時まで寝てたんですよそう、確かに近所迷惑だったかも。まあいっか、やっぱ風紀が乱れちゃってるよ、風紀が乱ってる、綺麗にしなきゃすいません、朝帰りをしてしまいました。サンダルね、本当にサンダル買わなきゃだよ、ね、私もサンダル欲しい、サンダル買いたいんですよね最近。あ、デート1回目じゃないですよ、1回目じゃないです、なんでもあのみゆちゃんとのおうちデートは初めてです。あ、そう、みゆちゃんちでのおうちデートは初めて。お揃いのがいいですか、だってくれるってありがとうやば、嘘ですよ、自分で買います、私は。なんたって社会人、次誰狙います、次誰狙うかな、そうだな、次はあの、次ちょっと誰とつながろうかな、そうだな、津島さんって子もちょっと気になってて、そう、ちょっと気になってるんですよ、津島さん気になってて、そう、いや、まあみゆこ
みゆこが、まあ、みゆこが一番ですよ。みゆこが一番けど、つしももちょっと気になってる。アウト、バッターアウト、ストライク、なんだっけ、バッターアウト、チェンジか。あ、新規得点チェキ取りました。あ、ごめん、対馬さんに手出さないでくださいって言われたんだけど、ごめんごめん、もうなんかもう遅い、ごめんね。あ、マサトさんがデベファンになりました。尾上さんはそうやな、101番ぐらい。間に何人？99人入る。そうそう、サイクリングデートもしたことある。そう、中身はね、狼なんですよ。鈴木さん、鈴木さんはね、鈴木さん、そうやね、鈴木さんってほらいいもん持ってますからね。そうなんですよ。いいもん持ってますから。鈴木さんそうやな。いいもん持ってますから。まあまあ、そうですね。そうですよ、ご活躍の通りいいもの持ってますから。そう、大好きですよ。あ、え、私はね、あの、私ミッツンね、もうな、ミッツンは何も見よう、いいもんするっけ。あの、ミッツン、ミッツン、ミッツン、ミクよね、ミクのことだよね。ミクはね、あの、すごい仲いいんですよ、私マジで。あの、ミクと同期の中でミクと話してるナンバーワンっていう自信がある。絶対私がいっちゃん話してる。で、他の子が話してるかどうか知らないけど、絶対私だから。ミクはまあトップ10には入りますよね。鬼ディフェンス。じゃあ私あれにしよう、あの、なんだっけ、あの、風丸の技使おう。なんだっけ、風丸の突破する技、ミクもさ、ずっと会いたい、ずっと会いたい、ずっと遊ぼう、ずっと遊ぼうって言ってさ、一回のミクとユニバに行く計画まで立ててたっていう話しましたっけ。ミクとユニバに一緒に行こうっていう約束を立ててたんですよ、実は。って話したっけ。そう、疾風ダッシュだっけ。そう、立ててて、で、そう、それでホテルまで撮ったんですよ。で、ミクとどこ泊まるって言って、なんかミクがなんかモッピーの部屋に泊まりたいんだから、もう真っピンクの、モッピー、本当にモッピーでいいのって言って、なんかモッピーの部屋にもう予約してたんですけど、本当にモッピーでいいのねみたいな、マジでピンクだよみたいな、でモッピーがいいって言うから、でモッピー撮ったんですけど、そう、でも体調がそう悪くなっちゃって、なんだっけ、なんかスケジュールが合わなかったんだっけな。そうで、それでそうの、ちょっとね、
中止しちゃったんですけど、あ違うわ、コロナがやばかったんだ。んで何回かね遊ぼうってやってて、そう、ね、なんか ここずっとばかりにあのそう会わな予定とかいろいろ合わなくなっちゃって、そうコロナがすごかったんかな、だからやめようってなったんだっけか。そうそう、これさ私アイソレーションができないからさ手が滑ったもう鏡ですね、オタクの。そういうとアイソレーションできるようになりたい。さあおー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 とかもできないからさ、これできてんのかな。ジャンボリミッキーね、ジャンボリジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ズンズン、デン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 、僕らの子リーダーはミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーミッキーマウス。くむちゃんかわいいと、とっとい、ありがとう。ジャンボキジャンボズン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 、それぞれの殻同じ音を描くでしょう、さあきつ抜け響いてか響いて、愛とか恋とかどんだけいいか分かんない、踊ったことないです。なれるものがあったんだ、全てを捨ててここに来たから、もっと本気に届けてよ、不意さえ愛じゃなくて恋じゃなくて夢を歌え、止まるな、この時にでにありイコールちょい届いて。忘年会、忘年会何しようかな、忘年会あんのかな、目がかゆい。私はね、あのニアジョイちゃんだから踊んないけど、あのめっちゃ映像だけはめっちゃ見るんですよ。大道芸も会社で一回やっちゃったジャグリング会社で一回やったんですよ私、実は自己紹介でそうジャグリング自己紹介でね、3個のねちょっとこうやって得ただけなんですけど、そうやったの、うん、なんか笑われた まだあの本当に基本技しかやってないです。目かゆい、目痛い、なんだろう見えないのに。他のみんな普通になんか自分でパワポ作ってスライドで自己紹介するんだけど、で特技とかの時にジャグリングって言って、で同期に「やりなよやりなよ」とか言うから持ってきてやりましたそうあとなんかね、もう一回ジャグリング披露したことがあるんですよ。なんかねその違うところになんか研修した時になんか、なんか私のことを多分調べてした人がいて、そしたらジャグリングが特技って書いて出てくるから、その人がなんかそこの中にいた人がジャグリングが特技で
わざわざボールを持ってきててやってくださいみたいなやらされた。待って、めっちゃ目痛いです私。目痛すぎる。ね、絶対まつげ入ったよね。え、目痛い目痛い目痛い。何、どこにゴミ入ったの。みんな探すよ私の目ん玉。いてて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 。あ、大丈夫かも。いや、痛いな。ゴミ出てきて、目に入ったゴミ。いや、いける気がします。よし、あ、痛いからやめ、配信終わろう。配信45分ぐらいだったら終わるね。じゃあ、そう、だいたいまつげなの。そう、ま、電気映ってる。そう、じゃあみんなは明日何するの。明日お話し会？あれ、お話し会してるんだっけ今。カルピ、この青いのカルピ。仕事？お話し会。明日もバイト？え、本当に痛いじゃん。これでいいや。星投げ、そっか、イベントはいつまでやるんですか。還元受け取れたんですよ、すごい全力。お、愛媛いいね。道録見る。道録、8月3日は何があんの。8月3日って何があったっけ。何かあったっけ。あ、イベントが8月3日までってことか。え、でももうちょっとですね。頑張ってください。皆さん大変だと思いますけども、お疲れ様です。本当にお疲れ様です。本当に大変だよね。かまちは明日何する。だから明日デートだって言ったじゃん。デートだから対馬ちゃんに会いに行けないの。本当だよね。だってさ、捨て星をするってなったらさ、メンバーが配信をするさ、もっと前に起きなきゃいけないんでしょ。ねえ。あ、そうなん。あれか、見たよ私ツイッターでちょこちょこ見てるから。コロナになっちゃったんだもんね。え、ユッキーナ出ない。あ、まあまあ、配信でもさ、最悪こうやってマスクですっぴんでも配信できるわけじゃないですか。ボサボサでも、もう本当にみんななんか本当にね、本当にさ、本当にね、本当になんか本当にって思う。語彙力語彙力語彙力、本当に。本当にみんなすごいよ。本当に偉い、偉いというかもう本当にさ、何なのみんなって思うよね。何なのみんなってのはいい意味でね。本当にすごいわ。
エリナ好き好きクラブ入ってますよ。2000日ひえエアさん、クラゲありがとう。ね、まあまあショールーム加工もできるしね最悪。いやー本当にだってさ、なんねえ、そうね、寂しいね。ね、ドボンもね、懐かしいね。ドボンは、ドボンさ、それこそなんか私もさ、めちゃめちゃずっと一日中でき、何できる感じだったからさ、ね、まだなんか他のメンバーの側だった私からしてはさ、いいんだけどさ、よくないけどいいんだけどさ、ね、ショールームなんてね、もう本当に皆さんお願いしますってなっちゃうからさ、大変だよね。本当にあのみんな本当にすごいわ、本当に尊敬するレベオメです、レベオメリニューアルするの？あれはすね、伝説だねねんって懐かしい本当にショールーム頑張ってる方偉いわ。私ね、あのその時期さ、ジム行ってたじゃないですか。ジムで自転車こぎながらずっとドボンしてたもん自転車こぎだり、ランニングマシーン乗りながら、あのベルトコンベヤみたいなあれしながらドボンやってた懐かしい。そうそうそう、うん、おーってじゃない、普通にこうやって書きながらずっとスタンプとかずっと押してた懐かしくない？めっちゃそう。で、そのいつもだったらそのおばあちゃんの車を借りてジムに行ってたりしてたんですけど、その車に行ってると、車で行くと、車自分が運転してると、車運転中はさすがにドボンできないじゃん。だからお母さんに迎えに来てもらって、車移動中でもドボンができるようにしてそう懐かしい。そう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 、マジで懐かしいジム行ってたって言ってたよ、言ってた。そうそうそう、懐かしいね。よし、じゃあランキングを、あ、ケランチョさんがファンになったので、ちょうどランキングを読みたいと思いますおめでとう、ファンになった。ファン36人だって、イエーイ。7月ファン36人もいました、嬉しいです今のにファンが36人もいるということでじゃあランキングを読みます。10位、翔太さんありがとうございます。9位、あ、10位じゃん、なんで10位から読んだんやろ。13位、くまちゃんありがとうございます。12位、みやひーさんありがとうございます。11位、あじさん、あっとさやうさんのなんちゃらかんちゃらありがとうございます10位、翔太さんありがとうございます。9位、からけたぽっぽさんありがとうございます。8位、ブリントさんありがとうございます。7位、ののさんありがとうございます。6位、ショートさんありがとうございます。5位、ひらきさんありがとうございます。4位、まちゅさんありがとうございます。3位、あきりんさん、あっとかまちゃんラブありがとうございますマジかまちゃん会社しか呼ばれないから2位、ひらがなキャスターさんありがとうございます。1位、アーサーさんありがとうございます。イエーイ。ね、ニアジョイガラス割れとさ、愛を知る歌ってたんでしょ。
知ってる、それマジで激アツじゃんね。会社の人見に来てないよ見に来てないです。ということで、では皆さんまた来月8月ね、暑い夏乗り切りましょうバイバーイ。バイバーイ。